メームボリューム7最終電車極楽橋行きが、本番来週に迫っております。今回は記憶と忘却の物語としまして、人ならざる者の住む世界の境がまだはっきりしていなかった頃のお話、エミを女で一つで育てた母が亡くなった。遺品整理を進めるさなか、彼女が残した書物の山から見つかったのは大切にしまわれた手紙。しかしその手紙は全て白紙だった。それはお父さんからお母さんに宛てられたものだよ。白紙なのに元は白紙じゃなかった。奪われたんだ何もかも。母の古い友人青山の言葉、母でさえも語ったことのない父の存在。エミは青山と共に汽車に乗り込み父を探す旅に出るというような、お話になっておりまして、汽車に乗ってエミちゃんと青山さんが旅に出るようなお話になります。で、人と人ならざる者の住む世界ということで、今回人間と怪異が出てきます。妖怪ですね。なので、どんなビジュアルになるかね、誰が人間で誰が怪異なのかっていうところにも注目しながら楽しんでいただければと思います。こちらのお話、すごく出てくるキャラクター、すごくどのキャラクターもみんなすごい愛しいキャラクターでして、見終わった後に大切な誰かに会いに行きたくなる、大切な誰かとの思い出を思い出したくなるような、そんなお話だなと私は思っておりますので、ありがとうございます。そんな気持ちになって見てもらえたらなと思います。はい、日時がですね、10月の16日から18日になっているんですが、土曜日の回と、日曜日のお昼の回がちょっと完売になってしまっておりまして、残りが金曜日と、千秋楽の回となっておりますが、まだお席ございます。配信も、予定しておりますので、どうぞそちらもお楽しみにしていただければなと思います。私作演出と今度は出演もしております。で、先ほどシュリちゃんで出ていただいたちゃなこさんも出演しておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。